サンパロックに戻ってきました。今セイントトーマスユニバーシティの、脇道を、歩いています。ここは、私の、今寝泊まりしているドミトリーから、とても近い場所です。そうですね、こちら学生さん対象にしたレストランが多いんですけども、全部閉まってます。ここはいつも、私が利用している、夜の3時頃までやってるレストランですけども、もう閉まっております。やはり忙しいのは、今、グリーンのトレーナー、グラブデリバリー、ピンクのトレーナー、パンダ、サムシン、忘れました、が、常に、道路を走ってます。デリバリーの人が今一番忙しいんではないかと思います。このセブンイレブンはやってるんですね。やってたんだ。ほとんど閉まってます。しばらくまともなコーヒーを飲んでいません。ここは予算に余裕があるときに、よく利用するイチロージャパニーズカジュアルレストランです。量味は、日本人が食べたら多分東京で食べたらいいや、ここは二度と来ないやって感じですけども、とりあえずさっぱりしているものが多いので、お金に余裕があるときは利用しています。ここの唐揚げこと、ここも、安くて、ボリュームあるんですけど、唐揚げですね、本当に唐揚げで、中にはチキンは入ってません。もう衣のみですね。チキン3回ぐらい来たけどチキン見た覚えないですね。ここは、消防団の、車が、停車している場所です。フィリピンは本当に火事が多いんですね。マニラ火事が多いんですね。電気関係分かる方、これ見てください。なんとなく火事だったり漏電だったり、ブラウンアウト、停電を起こしたりする、なんとなく分かりますよね。素人の私が見ても火事が多い理由が分かります。なんていうんですかね、電気代とかの観念というか、要するに脇から取っちゃってるんですよね。すごいですよね。もうスパイダーマンもびっくりって感じですよね。ここはまだ綺麗な方です。もっとすごいところたくさんあります。これが、漏電だったり火事が起きる原因の一つだと思います。私事ですが、いよいよ、手持ちの予算が、底をついてしまいました。東京、メールのみのやり取りをしてるんですけども、やり取りというかもう完全なワンウェイです。一方通行です。返信が全くありません。どなたか、私の個人的知り合いの方、これ見ている方いましたら、私の東京のスタッフ、私のスタッフの一人である弟に連絡を取っていただけると非常に嬉しいんですが、実を言いますと、もう明日から、野宿になりそうです。一応荷物はもう全てまとめてはいるんですけども、この状況下ですので、
ここで死ぬわけにはいかないとは思ってるんですが、冗談でなくて、本当に日に日にフィリピンも100人単位でコロナウイルスの感染者が増えて、現在5000人を突破しています。死者も増えております。かなり深刻な問題の一つだと思ってます。本当にどうすることもできないので、いつも待ってもらっているんですよ。でもうこれ以上待ってもらえないっていう感じなんで、ドミトリーの方も、まあ、仕事でやってますので、ボランティア団体ではないので、で一応ここのボラン街の、ジプニーの運転手が、寝るんだったら俺のジプニー使って寝てでいいよっていうふうに言ってくれてる人がいるんで、もしかしたら夜ジプニーで、夜というか昼間もですけども、ジプニーでしばらく寝泊まりさせてもらおうかなとは思っています。ただ携帯のスマートフォンの充電とかができないので、ジプニーのオーナーに頼んで充電してもらうか何かするしかないなと思っています。こういう状況を何度か経験してるんですが、実際、ロックダウン前、野宿の経験も実は3度ほどあるんですが、前の状況と今の状況では全然違います。もちろん、ジプリ寝泊まりしても、夜8時から朝5時まではジプニーから外に出るわけにはいきません。ジプニーの中に誰かいるなって思われるのも無理みたいです。そのまま、逮捕されるようです。罰金が5000ペソ、約1万2000円ぐらいなんですかね。請求されるようです。いずれにしても、シャレにならない状況に陥りました。おそらくこういう状況の人は私だけではないのかもしれませんが、私が甘えてるだけなのかもしれませんが、かなり、生死に関する、デッドアライブという言葉が一番響きがいいんですけども、死ぬか生きるかとかあまり日本人使わないと思いますので、非常に参った状況です。またレポートしたいと思います。ちょっとマスクをします。